ルイス・カルハーンはアメリカ合衆国の俳優。1895年にニューヨーク市で生まれ、家族で移り住んだセントルイスで子供時代を過ごす。高校時代はアメフト部に所属していたが、その姿が劇場の支配人の目に留まり、地元の舞台に早くで出演する。これをきっかけに俳優を目指し、ニューヨークに渡ると第一次世界大戦が勃発する中、 ドイツ風の本名カール・ヘンリー・ボークトを変えた方が、都合が良いと考え、カールとヘンリーの文字を並べ替えて、カル・ホー・エルンの芸名をつける。第一次世界大戦に従軍し、キャリアは一旦中断するものの、舞台で経験を積み、1921年に映画デビューする。その後は、ブロードウェイの舞台にも立つようになり、高身長と美声で、アイドル的人気を獲得、活動の中心は、 舞台となる。映画がトーキーに移行すると、再び映画にも出演するようになり、私的な悪役で成功する。一時はアルコール依存症によって、仕事にも影響が出るようになるが、1940年代の後半にはきっぱりとアルコールを断ち、完全復帰する。数々の映画に助演を中心に、印象的な役で出演しており、中でもアスファルトジャングルで演じた。 娘ほどに若い愛人を囲っている悪徳弁護士やアニーュ銃を取れのバッファロービル、シェイクスピア儀曲の映画化作品、ジュリアス・シーザーのシーザーなどで知られる。また、ザ・マグニフィセント・ヤンキーでは実在の法律家、オリバー・ウェンデル・ホームズを演じ、第23回アカデミー賞主演男優賞や、第8回ゴールデングローブ賞ドラマ、部門主演男優賞にノミネートされた。なお、 同原作の舞台化作品でも同じ役を演じている。様々な映画に出演する一方、1920年代から1950年代に至るまでブロードウェイの舞台にも立ち続けた。1956年映画8月15夜の茶屋の撮影で訪れていた奈良県で心筋拘束により休止する。同作の代役はポール・フォードが務めた。ちなみに、 フォードは同原作の舞台化作品で同じ役を演じている。生涯で4回結婚し、いずれも離婚している。また相手はすべて女優である。アニ兄よ銃を取れ予告編より。ありがとうございます。